今何を信用していいのか、今皆さん方が最も信頼できるデータは何かというと、これはこの元子供ざるに関わらず、我々日本国民、日本で戦争で敗れ、そして原子力産業を支え、今の復興を成し遂げたこの日本において、我々が少なくとも民主主義国家として信じなくてはいけないの国の方針であり、国から出る情報です。これをきちんとオーディット、監査して、正しくか正しくないかを説明する、実は機関がある、我が国にありません。中立的に国の出す情報を正しいか正しくないかということを評価する機関がないんです。一方的な国より、一方的な反対、一方的な、すなわちそこに C が入ったり、利益誘導の考え方が入るがために、国民はなんとなく不信、あるいは不安、疑いの目を向けるわけです。お墨付きを得るんですよ。水戸黄門が印籠を出すように、これは大丈夫だ。そういうふうな関係を、この福島原発を契機に日本は作り直す必要があります。残念なことに JCO の事故でも、中止の事故でも、それがなされていきませんでした。これから福島という名前は世界中に知られ渡りました。福島。福島、福島、何でも福島。これすごいですよ。もう広島、長崎は負けた。福島の名前の方が世界に冠たる響きを持ちます。ピンチはチャンス。最大のチャンス。何もしないんで福島夢になっちゃったぞ。これを使わん手はない。何に使うの？復興です。まず。震災、津波で亡くなった方々、本当に心からお声を申し上げますし、この方々に対する対応と同時に、いち早く原子力災害から復興する必要があります。国の根幹を成すエネルギー政策の原子力がどうなるか、私には分かりません。しかし、健康影響は微々たるものだと言えます。唯一、今、決死の覚悟で働いている方々の被爆線量、これを注意深く保障していく必要があります。ただ、一般の住民に対する不安はありません。しかしながら、それでも不安は、誰に不安が、女性、妊婦、乳幼児です。次の世代を背負う子どもたちに対し、私たちは責任があります。だから、すべての放射線安全防護基準は、赤ちゃんの被爆線量を基準に作られています。いいですか？子供を守るために安定要素剤の投与、あるいは避難開始ということの基準は作られています。大人は20歳を過ぎると放射線の感受性はほとんどありません。もう限りなくゼロです。大人は放射線に対して感受性がほとんどないということをまず覚えてください。その規制一番心配するのは大人。これは間違いです。特に男は大間違い。長身返して自分はタバコを飲んだり酒を飲んだり、放射線もはるかにリスクが高いのに、だから男はまず心配がないんです。守るべきは女性、女子供、妊婦、乳幼児。もしこの状態が悪くなるとすれば、逃げるのは妊婦と子供でいいんです。男は戦わなくちゃ。復興に向けてここで福島県民として合図の百個体です。そのくらいの覚悟はあって叱るべきです。放射線の影響は実はニコニコ笑ってる人には来ません。くよくよしてる人に来ます。これは明確な動物実験で分かっています。酒飲みの方が効果不効果、放射線の影響少ないんですね。決して飲めるということはありませんね。笑いが皆様方の放射線恐怖症を取り除きます。でもその笑いを学問的に科学的に説明しているだけの情報の提供が今しに少ないんです。ぜひ今の私の話を聞いて疑問がたくさんあると思いますから、たくさん質問してください。これは講演でも講義でもないんです。皆様と私の
キャッチボールなんですね。それでは今からの残りの時間を質疑応答にします。私は少し喋りすぎましたから、ぜひ皆様の方から手厳しい言い訳のような質問をしてください。はい、それでは両方の端にマイクを持って立ちますから、手を挙げる、あるいはそこにシールを挙げてください。